まあ、浜松っていうところはその海もあり、まあ、天竜川が東にあり、西に浜名湖で平野部と大地山、まあ、みんな揃ってるんですね、そういうところが。だから生活するにもあったかくて住みやすいし、まあ、自然環境はもう本当にいろんなところを行きましたけど一番かなって思うところですね。みかんって昔はもう見栄えさえ良ければよかったっていうのが普通だったんですけど、まあ、今はもう光センサーを通して糖度とか酸とかそういったところまでこう気破壊で分析できるっていう時代になってるので、見栄えだけ良ければいいっていうみかんでは通用しないと。だからまあ品質を上げることに全力を挙げてるところがありますね。だから高糖度で、で食味もいいっていう、そういったものを目指して今作らせていただいています。まあここの選果場はですね、まあ全国的にも入っている通り、味ですね、味の甘みと酸味をセンサーで、測って、まあ美味しい順にね、箱に入っていくということと、あとカメラでここの場合は腐り痛みもね、読み取ってくれるということで、今まではね従業員が目で見て鎖を拾うしかなかったんですけど、ここについてはその鎖も一応従業員も見ますけど、鎖もこう機械で見て痛みを跳ねてくれるというね、この辺だとあと鎖が入ってるのはこの丸浜のねところの選果場だけになりますので、まあそういった形でね、まあ品質、出荷する品質についてはね非常にこだわって選果をね気を使ってやっているというところになります。輸出についてはね生産者、希望を取って農薬のね散布からいろいろちょっと変えてもらったりしてるもんですから、まあそうは言っても単価がそこそこいいもんですから結構取り組んでくれるもんですからね、もう少し早い時期、今は片山という品種だけなんですけども、まあ丸浜もねもう少し早い極早生とか早生がありますんで、まあ、そういったところからも輸出がね可能なところをね、があれば、広めて、今後行きたいなとは思っております。